お疲れ。ツアー初日終わりました。イエーイ。お疲れ。ありがとうございます。タワーかな。ガッキーさん、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。おー、めっちゃ見えてた。うわー、うわー、お疲れ様でした。うわー、ちょっと待って、家だよ。ほら、幽霊いる。家だよ。家帰った。あ、なんかおんまゆだ。おんまゆだ。お疲れ。もうお疲れしか言ってないや今日。わー。ありがとうございます。なんかあのツアーありがとう、配信も見てくださった方ありがとうございます。ありがとう。見てた、ニコ生、ニコ生さん、映ってた。うわ、嬉しい。お、なんかあれ、サマー一杯の水よかったよ。ありがとうございます。嬉しいな、一杯の水。なんか一杯の水を披露させてもらったんですけど、結構メンバー、なんかスタジオのメンバーもう多いし、結構ダンスバキバキだったので、なんかちょっと不安でした最初。私大丈夫かなみたいな。嬉しい。そう、ありがとうございます。ガッキーさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。見えたかな、どうだろう。ありがとう。アヒル？アヒルかなこれ、分からんけど、何の鳥でしょう、何の鳥でしょう。ブルーローズかっこよかったです、ありがとうございます。いや、ブルーローズちょっとかっこいい系のユニットが自分来ると思ってなかったので、ハートありがとうございます。そうなんだ、高身長メンバーで披露しました。腹筋頑張ってた理由が分かったっていうか、私あの衣装知らなかったっていうか、なんか腹筋とか関係ないんですよ。なんかそもそも
あの時点で知らなかったんですよね。始めた時点で知らなかったし、あと途中で聞いたんですけど、衣装お腹出ないっての聞いてて、あ、お腹出ないんだと思って、なんかあの本なんですか、その折り面折りオリジナルメンバーの衣装って結構お腹出てるじゃないですか。でもなんか STU のお腹出ないって聞いてたんですよなのだから別に関係ないわと思ってたんですけど、あのお腹出るって知ったのは3日前ぐらい、若干出てたってぐらいです。そんなにめちゃめちゃ出てないですけども、若干ね。2日前か、うん、2日前だ、え、うん、3日前かわからん。そうなんですよ。なので全然なんか、そうなんですよ。まあでも結果オーライということで、まあ全然腹筋はついてないんですけどもい石合せ、そうなんですよね。そうそうそう、誰のっていうかの作っていただいた衣装です。そうそうそうなのですよ。そう、なんか3日前、違うな、なんか3日前は出てなかったんですよ、お腹が。でも3日前に衣装着て、でお腹出すからもうちょっと短くするねってなって、で今日初めて来たんよね。そうなんですよ。そんなに出てなかったよ。暑かった、あでもジャケットがねあったから暑かったけど、でもかっこよかった、めっちゃ衣装。ヒールが結構高めで、そう、結構会場広くてね、いやあれ3階席まである、2階席結構高い位置までファンの方が入ってくださってて、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。4階か、めちゃめちゃ高くない？ちょっと私ファンタ用意したんですよ、はい、ファンタ、ファンタを開けよう、ファンタを開けよう。ASMR だわ。芋芋芋もある。カラン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 、うまうますぎ。おいしすぎ。え、いろんなポテチ買った、コンビニで買ったんだよね、帰りに。うす塩、なんだっけな、これポテリッチ、塩とごま油、私ごま油好きなんだよね。これなんだ、のり塩マヨ、気になった。
食べたことないけど買った。海苔塩はあるけど、もう美味しそうと思って買いました。よいしょ。そうなんです。イエーイ。ちょっと気になっていろいろ買った。そう、念願。そう、今日終わったら食べるって決めてたの。そう、乾杯しようよ。お疲れ様です。ステージのマイクを初めて見ました。嬉しい。どうでした？結構ね、夏曲も多かったですね。乾杯乾杯。そう、なんか豪華なセットもそうあって、山台っていうんですかね、あのちょっと階段登って上がるステージもあったり、めちゃめちゃ、そうなんですよ。サングラスデイズで始まり、サングラスデイズで終わる、サングラスデイズのツアー。ね、めちゃめちゃすごかった。楽しかった。嬉しい。ありがとうございます。そう、ちょっと背取りも変わってた。今日はちょっと頭が回ってないわ。めっちゃ緊張したんだけど、本当に緊張しました。なんか緊張した。なんかさ、公園じゃなくてさ、なんだ、一列目っていうか、そのフロントになんか立たせてもらった曲が何曲かあるんですけど、なんか自分なんかこういうのちょっと久しぶりだって思って、なんかね、変な気持ちになりましたね。変な気持ちになった。うん、なんかめっちゃ緊張した。嬉しかった、嬉しかったけど、今日悲しかったことがある。それはなんかわかんないけど、めっちゃココアさんがめっちゃ反抗期なんか発動してて、めっちゃなんか私にすごいね、もうなんかめっちゃなんか反抗してきたっていうか、なんか反抗っていうか、そう、なんかね、なんか最初はまだね、なんか全然、あの最初のうちはなんかちょっと、なんだろう、なんかお弁当を食べてて、お弁当何入ってたんですかって聞いたら、なんか覚えてない、もう忘れたみたいなの言ってて、なんか食べながら食べながらもう忘れたって言ってて、みたいな言ったら、覚えてるけどもう言いたくないみたいな言われて、で
みたいな、なんでですかみたいな最初はね、なんかそんなちっちゃいことだったんですよ。なのになんか途中からどんどん加速してって反抗期がで、なんかもうあっち行ってみたいな言われて、なんか私あのナナさんがさ、なんか反抗期でなんかココアさんからあっち行ってって言われてるのを見てたことがあるんですよ。でそれを思い出してちょっとナナさんと同じ気持ちになった。めっちゃショックよ本当にやだーみたいな、はーって。そう、ちょっと反抗期、なんか親の気持ちになった。親ってこんな感じの気持ちになるんかなって思いながら、うん、ちょっと次会うとき治ってるかな反抗期や。私もそんな時があったかな。それを言うと年中反抗期だったりするかもしれん。そんなことはないか。見守ってね。まあ私はあの何ですか、心折れるの早いんですよなのでもう来ないでと言われたら行かないし、なんかあのそうあの従うタイプなので、でまた来てくれるだろうと思ってるので、いや多分ここでまた来られても、もう来ないでって言われるだけだから、本当に来なくなったら多分また来てくれるはず。で、私はちょっと、思ってます。心の中で。成長期ですね。第5次反抗期ぐらいじゃないですかね。成長期ですよ。次のツアー、でも次のツアーね1ヶ月後なのよ。ちょうど1ヶ月後ぐらい？ちょうどではないか。ちょうどではありませんね。香川県で次はあります。うん、香川県。緊張してたよ。でも緊張したら考えることは、なんか客席のみんなは私の味方って考えるようにしてる。そしたらなんか心強くなる。勝手に一人で心強くなってるのなんかステージ の裏で、客席のみんなきっと私の味方で考えたら、じゃあ心強くなる。一人で心強くなるコツを身につけた。実際合ってる？めっちゃサイリウム綺麗だった。
ちょっと待って何分ですか今。何分や。51分や。ポテチ、ポテチ開けたいんですけど開けてもらってもいいですか。どれにしよう、これにしよう。あえてのこの油とご油じゃなかった、塩とごま、あごま塩じゃないや、なんだ、塩とごま油これにしよう。開けます。勢い良すぎっしょ。待ってすごい、なんかすごい声出たわ。いやね、ここからオープンって書いてあるの、私はね、私は無視して こうやって開けてやろうって思ったら、あのすごい、もうすごいあの破裂音がしました。めっちゃごま油いいねなんかもうちょっとやばい人みたいになってる。反抗、そう、私も反抗してる。私はね、物に反抗するからね。めっちゃいいね。油、油、油じゃないや、油、ごま油。いただきます。姉貴、姉貴寝てたわ帰ったら。ギザ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 、うん、ほんでこれを飲むのがいいんですよ。この時間に、いや食べても3時間ぐらい起きとけば多分同じ、大丈夫大丈夫、食べても3時間ぐらい起きとけば、食べてすぐ寝たらちょっとあれだけど、早くね、寝ます寝ます。なんかご飯はね、カレーパン食べました。あの山口、差し入れをいただいて、なんか山口県で有名なカレーパンみたいなのを食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。帰りに食べた。黄金のカレーパン、あそれや、それそれそれ、めっちゃ美味しかった。飲んでないなぁ。なんか公演の日なんかご飯があまり喉を通らないんですよ、まあ、通らせたくもないんですよ。なのでなんかもう血糖値が急上昇して頑張れる食べ物を食べるんですけど、それがチョコレートなんですよね。でチョコレートを大量に摂取して、うわー血糖値が今上がってるっていう、いうのを確認してステージに立ちます。そしたらなんか身軽に動ける、身軽にいっぱい動ける。ありがとうございます。本当よ。
マジでチョコレートは偉大です。そうそうそう、あんま良くないかもね、分からんけど空腹にチョコレート入れる。そう、今日めっちゃなんかビヨンビヨンした思い出あるわ。え、57分？待って、じゃあ終わったら背筋と腹筋をポテチ食べながらしよう。矛盾しとるじゃろ。腹筋背筋しながらポテチを食べます。はい、鍛えていこう。いや私ね、腹筋書こうか迷ったんですよ。あ、そのないからシャドウ入れて書こうかなって思ったんですけど、書きませんでした。ありのままで出たので。ちょっと書こうか迷ったもん、本当に。こう線をね、こうやって、うん、書こうかなって。書くな。え、なんで、なんで、何日続いてる？ 7 月全部続いてるから18日間続いてるわ。何分だ、あと1分半ぐらいだ。え、ちょっと徐々に増やしていきます、筋肉。え、待って、日曜日だよ、もうみんな日曜日の夜が終わるよ。サザエさん症候群になってませんか？お疲れ様です、おやすみなさい。明日も頑張りましょう。仕事の方も多いと思いますけどね、頑張りましょうね。おやすみなさい。まず男女の忘れてた、ケイさん、朝香さん、あずゆいさん、りょんきゅうさん、まゆたみさん、のままるさん、ガッキーさん、待って待って、表示はされてない、しんじさん、くまきちさん、うまちゃんさん、みーさん、あーりーさん、とおるさんでした。見えた？ありがとうございます。やばい、教えてくれてありがとう。間に合った、おやすみ。また明日。頑張ろう。